皆さんこんにちは、2日目レース1が終わりました。残念ながら9位だったんですけど、まあ、セーティーカーが入ったことでもう僕のストラテジーが全部、うまくいかない方向に行っちゃったかなと思います、ね、あのままセーティーカー入らずに行ってたら結構多分、ね、モンツァほどとはいかないかもしれないですけど表彰台争いできたと思うんでもうちょっともったいないですけど、まあ、でも明日またレースあるんで、まあ、車も調子良さそうですし、頑張りたいと思います。